宮本泰輔は、日本の政治家。千葉県習志野市長。習志野市議会議員を連続3期歴任。千葉県習志野市屋敷出身、在住。八広学園、習志野市立屋敷幼稚園を卒園。習志野市立屋敷小学校に入学直後の夏休みに、父の転勤に伴い、兵庫県西宮市へ転居。西宮市立高等小学校に転入し卒業。西宮市立光陵中学校2年生の夏休みに、同じく、習志野市へ帰郷して、習志野市立第6中学校に転入し卒業。八千代松影高等学校卒業後、東京アナウンス学院に入学。1995年、八千代国際大学政治経済学部政治学科に入学。1999年3月、八千代国際大学卒業。直後の4月統一地方選挙、習志野市議会議員選挙に立候補、当時最年少26歳3ヶ月で初当選。以後3期連続で当選。2007年から2年間は副議長歴任。2011年4月統一地方選挙、習志野市長選挙告示日に無所属で立候補、新人5人による選挙で初当選。4月27日、第6代習志野市長に就任。2015年4月に再選、2019年4月に再選、現在3期目。各要職の就任年齢はすべて当たりし最年少。ありがとうございます。